こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。東流奥流潜水艦で一つのエンジンが削除された。今、潜水艦の歴史が変わった同時代を私たちは生きている。消えゆくスターリングエンジンに未来があるのか見ていきましょう。今後、各国が同じ潜水艦を建造してくると考えられます。海上自衛隊保有の双流型潜水艦、その中の最新型11番艦である奥流 Y-Zen の艦を、はるかかにしのぐ広大な行動範囲を実現したことよって、世界の注目を集めることになりました。その理由の一つが、機械エンジンとして蓄電池にリチウムイオン電池を搭載したことです。この事実が奥流に与えたメリットは非常に大きくて、海中潜航時の速度、距離、時間が飛躍的に向上することとなったのです。今までの双流型潜水艦では、通常の海上を航行する際にはディーゼルエンジン使用し、海中を航行する時には鉛電池とスターリングエンジンを併用する方法で活動していました。最新型奥流波状機のうち、後者の鉛電池とスターリングエンジンを廃止し、代わりにリチウムイオン電池だけで海中航行時の駆動を行うという方法を採用したのです。以前の鉛電池方式とは、潜水艦が兵器として登場して以来、実に約100年間、通常動力型潜水艦が水中を潜航する時の方法として使用されてきたものでした。つまり、長年使用されてきたのですから、いざという時の修理やメンテナンスなどの方法もし使いされていて、手間がかからない方式だったと思われます。しかし、今回これを奥流で初採用とした理由は一体なぜでしょう？奥流が鉛電池とスターリングエンジン併用方式をリチウムイオン電池方式に改めた背景としては、リチウム電池の発火しやすさを抑える技術ができたということがあるそうです。リチウムイオン電池は鉛電池の約4倍以上の容量を持っていますから、単純計算では4倍かける2倍と考えられますから、以前の鉛電池の約8倍もの電池容量を実現できたと考えられるのです。ちなみに、スターリングエンジンを外した奥流では、元のスペースにリチウム電池を搭載したようですね。さて、リチウム電池によって電池容量が増加しました。このことが、巡洋艦戦略、ゲールデクルースと呼ばれる、海軍戦略に対して、海自の潜水艦が作戦行動への対応できるようになりました。前述の通り、奥流は今までの潜水艦よりも長大な距離までの展開できる艦です。また、水中を潜航している時の移動スピードも速いので、同じ時間をかけても活動できる範囲が大きく広がることになりました。現在の海自の巡洋艦戦略の舞台は、中国を視野に入れた南シナ海と想定されますが、日本から遠く離れたこの海域で中国海軍の艦船を牽制できる能力が備わっていると言えましょう。これまでの潜水艦は、日本の5基地広島県からバシー海峡、台湾とフィリピンの間の海峡、までの航行には約14日間かかっていましたが、奥流ではその半分以下である 6.5 日で、
移動できると考えられています。それに加えて、連続して潜航する時のスピードや時間が向上した結果、これまでは敵艦への攻撃が待ち伏せ中心だったのですが、攻撃しながら南シナ海全域を移動できるようになりました。欧竜の活動範囲が拡大したことによって、中国海軍艦艇の行動がかなり制限されるようになったようです。というのは、日本の潜水艦は南シナ海全域の広い範囲のどこに潜んでいるのかわからない。しかも行動範囲が広すぎるのですから、この哨戒活動により、中国海軍はいつ出現するかわからない潜水艦への対応に追われることになったというわけです。特に中国海軍が懸念しているのは、自国の戦略的核ミサイルを載せた原潜が日本の潜水艦によって撃沈されるという可能性が生まれたことと推測されています。戦略核ミサイルを搭載した原子力潜水艦は、中国が持つ世界に対する最大の切り札といえる存在と思われていますし、事実、その表現は過言ではないと思われます。そんな最重要な源泉、これを失うことは絶対避けなければならないことですし、それを脅かす存在である潜航性能が飛躍的に高まった欧竜がいる限り、中国は対潜哨戒の回数を増やしたりなどの対応策が必要になってきたのです。このように戦略核ミサイルを搭載した原子力潜水艦の行動を抑え込むという戦略は前例があります。実は冷戦時代、アメリカ海軍がオホーツク海でソ連海軍を相手に行っていたのです。アメリカ海軍が攻撃型原子力潜水艦を差し向けたのに対し、ソ連海軍は自分の戦略核ミサイル搭載原潜を撃沈されることを恐れたため対応できず、結果として太平洋への進出は大きく阻まれることとなりました。アメリカ海軍はこの成功例をもとに、南シナ海でも中国海軍相手に同様の戦略を実施しています。日本もアメリカに習ったのではないかと考えられますね。現在の潜水艦運用において最優先されるのは、艦の位置を敵に特定されずに作戦行動を行うという高い秘匿性です。自分のいる場所が敵にバレてしまったら、こちらより先に攻撃されてしまいますから、そういう意味から考えても、欧竜の行動が公に発表されることは、ほとんどないでしょう。公表されないだけで、中国海軍だけでなく諸外国艦艇との間には、様々な事案が発生していますが、この対応にも公になっている哨戒機や護衛艦だけではなく、実は潜水艦も任務に当たっていると推測されています。言うまでもなく、海上自衛隊の戦力には数に限りがあります。だからこそ、秘匿性の高い潜水艦の役割は非常に大きいのです。機械エンジンとしてリチウムイオン電池を採用したことは、その専門能力をアップさせる直結した進化と言えるでしょう。その一方、ハード面の進歩に比べると、ハードを動かす人間潜水艦搭乗員の確保が、
年々難しくなっているということが現実問題として指摘されています。確かに人材不足は今年度の産業でも言われていることですが、公務員として給与面や福利厚生では恵まれているはずの自衛隊員のなり手が少ないというのは喫緊の課題でもあると思われます。海上自衛隊の熟練度は潜水艦搭乗員についても高水準にあるものの、長時間狭い密閉空間で過ごすことになる搭乗員たちには、精神的な部分、何よりもストレス耐性などの資質も問われるそうです。確かに、航空自衛隊のように大空を飛ぶ乗員と、閉鎖空間で海中に潜んで活動する海おのずと比べたら、後者の方がストレスが溜まりそうですよね。といった観点からも、他の艦艇に比べると単純に人員確保以上の難しさを抱えているのが、潜水艦の搭乗員の育成であると言えると思います。